秋葉原電気街口ご通行中の皆様、大きな声でお騒がせしております。私はつい最近まで豊島区議会議員を務めておりました靴沢良二と申します。今回の参院選東京選挙区に立候補させていただきました。私は漫画やアニメ、ゲームの一切の表現規制に反対しております。というのはですね、やたらと規制したがる連中がおるんですけれども、それは皆さんスパイであります。隣の国や横の国、某中国や某韓国といったところが世界中に受けている日本のアニメやゲームの市場を奪いたいと、そして日本のアニメやゲームの力をそぎたい勢力がですね、やたらとアニメやゲームに文句をつけて表現規制をしたがります、しようとしております。最近通称児童ポルノ法なんていうのが話し合われておりますが、これは未成年に見える漫画やアニメの性的描写を規制しようというものでありまして、書いてある人物はたとえ少女に見えても架空の人物であります。つまり被害者はどこにもおりません。そんなものを規制すればですね、作者も困りますし、そういうのを喜んで見ている、読んでいる健全な性欲をお持ちの皆さんも困ります。被害者がいないのに規制しよう規制しよう、アニメや漫画の力をそごう、これは外国のスパイがやっていることであります。中国韓国は日本のアニメやゲームが世界中で受けているのが妬ましくて羨ましくて憎らしくて仕方がないのであります。もっともですね、日本が一切アニメやゲーム、漫画を生産しなくなっても、あいつらが作る作品はもちろん受けません。日本人にしか作れないのが今のアニメやゲームや漫画であります。ですけれども中国韓国などはそれが分かっておらず、日本のアニメさえ衰退させれば、日本の漫画さえ衰退させれば我々に仕事が来る、こんな浅はかなことを考えてですね、例えば福島みずほ、例えばアグネスちゃん、例えば辻元清美などを使ってですね、日本の漫画やアニメを規制しよう規制しようとしております。私はこれに大反対いたします。大体ですね、日本のアダルトビデオにはモザイクがかかっておりますけれども、ネット経由でいくらでも外れたものが見れるのですから無意味であります。あのモザイクをかける協会にどれほどの利権があるか知りませんけれども、私は漫画やアニメ、ゲームなどの表現規制に反対するだけではなく、アダルトビデオのモザイクなんかいらねえと、もう外せと、こんなことをやってるのは日本だけであると、こう訴えたいと思います。何も私が人より特別に取り立ててドスケベなわけではありません。ですけれども、こんな日本しかやってないことをやってるのはいかがなものかと、球場もそうであります。あんなもんですね、やってるのは
日本国だけであります。もういい加減やめろと、普通の国になれと、核武装したい、そういう議論がですね、まかりならん、話し合ってもいけない、こんな風になってるのも日本だけであります。自ら作った漫画やアニメといった素晴らしい作品を規制しようなんて考えに及ぶのも日本だけであります。これはですね、中国韓国のスパイどもが野放し状態、取り締まられない、こういうとこから好き放題やってるわけでありますけれども、そういえばスパイ防止法がないのも日本だけであります。いい加減に普通の国になろうではありませんか。スパイ防止法を作れ、九条を破棄する、核武装について話し合う、漫画やアニメの規制など考えない、一切しない、こういうことが強い日本を作っていくんだと私は固く信じております。ここは秋葉原ですから、漫画やアニメの話をメインにいたしましたけれども、まあ、NHK のスクランブルとかいろんな言いたいことはありますけれども、漫画やアニメを規制しようとしている連中は外国のスパイである。今日は皆さんこれを覚えて帰ってください。もしくはですね、日本を破壊してひどい世の中にしてね、そうでしょう、革命が必要ですよね、そう言いたい輩が健全な日本の漫画やアニメに文句をつけて規制しようとしてるんですよ。そいつらは外国のスパイと大の仲良しであります。日本を壊したい左翼連中、外国のスパイがですね、耳障りのいいことを言って漫画やアニメを規制しようとするんですけれども、皆さん、漫画やアニメを愛する皆さん、大反対してくださいね。まずは私が大反対しますんで、一緒になって大反対してください。漫画やアニメの規制、大反対であります。一切ですね、規制させてはなりません。漫画の性的表現、アニメの性的表現にモザイクかけようじゃん、言ってくる連中は外国のスパイであります。日本を破壊したい左翼であります。ですので、目の敵にして敵視して、我々日本人がそういう連中を叩き潰さなければなりません。私が参議院議員になれましたらば、こんなことを毎日毎日毎回毎回機会があれば国会でぶちまけたいと思います。皆様、応援よろしくお願いいたします。